でニラが浸かるように卵、これです。あ、どうも、ボブです。ということで、今回は何やるの？今日は、ニラか。ニラいいっすか？やってやっていいとも。てっ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 てれーってれれれれって龍二のバズレシピ。材料紹介ですね。ニラです。そしてアジポン、そしてニンニク、まあ、そんだけ。あとね、これの今回ね、ニラポン酢作るんですけども、いろんな活用法があるんですけども、豆腐にかけるのと、お肉にかけるのと、卵かけご飯にするのがすごい美味しいので、今回それ全部やっていくんで、豆腐とお肉とご飯用意してください。これもあと概要欄に書いておきます。今回ね、無限ニラポン酢っていう、何かっていうと無限に食えちゃうっていうぐらい美味しいってことなんですね。しかもね、一つだけ作っておくとね、もうものすごいいろんなものに使えます。これ、そんな無限ニラポン酢っていう、もうすごいレシピなんですけども、これ対抗するべく新たなる無限レシピをもう今から披露します。てってかてっ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 て無限ハイボール、無限アルチューマシーン、ビュー、ペッペカペッ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 ペ、表面張力、いただきます。あー、ラッキークは、もうこれぐらいですか。はい、やっていきましょう。ニンニクを包丁で切っていきます。ニンニクをね、ボウルに入れます。そしてニラもね、汁が絡んでるところもありますんで、このね、ちょっと洗ってください。これは、はい、じゃあざっくり水を浴びました。ニラが切っていきます。これね、ニラね、こうやってね、小口切りにしていきます。これね、切っててください。これうまいのよね、もうこれ。はい、こんな感じ。はい、こんな感じです。そしてニンニクの入ったボウルにわさっと入れていきます。わさっと入れます。したら、ここにですね、調味料を注いでいきます。まずね、ポン酢がね、150cc です。これ入れていきます。そしていりごまです。だいたいね、大さじ1杯ぐらい。ちょっと潰さないと香りが出ないんで、ひねりながら入れてください。はい、これですね。はい、これで、ごまのいい香りが。で、ここに豆板醤です。小さじ2杯入れます。これ、混ぜていきますね。よーくね、ニラが浸かるように。で、これね、だいたいね、30分ぐらいで、かなりいい感じになります。これなんで30分でいけるかって言ったら、ニラを細かく切ってるからです。だから漬け時間がそんなにいらないんですよ、これ。で、長く漬ければ漬けるほど、このニラが、柔らかくなっていくんですけども、今ね、ニラって旬じゃないですか、春だから。旬じゃない時のニラだったら、もうちょっと漬けてもいいと思うんですけども、この状態でも相当ニラの味がね、あれしてあれなんですよ。だからもうあれしていいですか。じゃああれします。じゃあこれ漬け込んでいきます。漬け込んでる間に、今回ね、このニラポン酢3品作っちゃいますから、ポンポン扱おうか。よろしくお願いします。じゃあですね、これね、用意しました。3種類、僕が一番おすすめする食べ方ですね。ご飯、お肉、塩コショウして焼いただけの豚こまです、これ。で、あとお豆腐、これ以外にもうまい食べ方あるけど、とりあえずこれだけ押さえておけばもう大丈夫です。そしてさっきのニラをかけていく。じゃあまずお肉、じゃあちょっとポン酢部分もね、わーっとかけていきます。ほら、これですよ、うまそう。そして氷もかけていきます。卵かけご飯、ここにわさっと盛るんですよ。いただいて、で、ここちょっと真ん中、そしてこのね、ポン酢ちょっとかけると。で、ここに卵、これ割ります。これです、皆さん。これが私のニラ四天王でございます。よろしくお願いします。じゃあ食べます。いただきます。うわー、うまっ。いきたいと思います。いただきます。このニラポン酢のお肉をまずいただきたいと思います。いただきます。うまっ。なんこれ、
ただ肉焼いてかけただけやぞ。これやばいわ。ニラの旨味がね全部ポン酢に出てる。めちゃめちゃ酒に合うこれ。じゃあちょっと豆腐もいただきますね。これね、いただきます。うわ、うまっ。このさ、ニラポン酢がさ最高にうまいんですよね皆さん。そして四天王の最強 TKG でございます。おいしそう。せい。そして混ぜ混ぜして、これです。なんだこれ。 TKG だけどポン酢で作ってるから超さっぱり。うまい。バラのハイボール、うまっ。味変カフジネーションいきます。これに一番合うのはラーの油でございます。じゃあまずお肉ちょっとかけていただきます。あこれさあればいい気がしてきたな俺。 TKG、あ、うん、このレシピやばいわこれ。これはやってみください皆さん。ニラの底力絶対上がりますこれ。ラー油ニラ豆腐うまこれ最高。ということで皆さん、この無限ニラポン酢ぜひ皆さんやったらはい。これだけ言っときたいんですけど、皆さん酔っ払って包丁を持ったら絶対行きません本当に。なので、もうそれの大切さを教えたい。もう僕はなんで僕はニンニクを包丁で切っていきます。皆さんね、なんかこの動画もなんかすげえ見られるようになってから、酔っ払った状態で包丁を握るなんて危ないからやめなさいってすごい言われるんですけども、そういう人たち言いたい。僕酔っ払ってないですから、本当にね全く酔ってないです。演技です。